背景です。今回は埼玉西武さん折に弱すぎる件ということで、まあ、ライオンズがねちょっとオリックスに非常に弱いということで、まあ、そのことについて今回は話していこうと思います。それではね、西武がオリックスに弱すぎるということで話していくんですけれども、まあ、とにかく今年のライオンズオリックスにめちゃくちゃ弱いということで、まあね、あの順位も結構厳しい位置につけているので、まあ別にね、こう、どのチームにも、まあ弱いって言ったら弱いし、まあ別になんかめちゃめちゃ得意なチームがあるかって言ったら、まあ今シーズンに関しては別にそんなことではないんですけど、ただやっぱオリックスにとにかく弱いということなんですね。まずオリックスとのここまでの対戦成績、まあ今日の試合、昨日の試合もまあね、もう2連敗して、今回のカード勝ち越しもなくなったということなんですけれども、オリックスとのここまでの対戦成績、5勝13敗ということで、ここまで7カード、今回のカード含めて7カード戦ってきて、カード勝ち越し一度もなしということになってしまいました。で、今シーズンはもうすでにオリックスとの負け越しが決定しています。で、今シーズン多分残り2カードあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ2カードともね、オリックスのホームということになりますので、まあまあまあちょっとね、この2カードとも両方ビジターってなるとね、勝ち越しっていうところはね、またこの残りの2カードも難しくなるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあとにかくね、こういった形でオリックスに弱すぎるということになりました。で、やっぱりね、まあだからこそオリックスが走ってしまっているっていうところも、まああるのかなと思いますし、まあ昔はちょっとオリックスに強かったんですけれども、まあ今年はね、かなりオリックスに弱くなってしまっているということで、まあ完全にね、カモにされてしまっているという状態になっております。ここまでね、19試合に対戦してきてるんですけれども、得失点差がね、なんと45点、マイナス45点というところと、まあ、オリックスの、まあ、対西武防御率は 2.18 で、ライオンズの方は対オリックスにも4点台ということで、まあ、ライオンズのチーム防御率は非常にね、こう、リーグでもトップクラスで、まあ、素晴らしいんですけれども、まあ、オリックスにはね、もう4点台ということで、まあ、かなり、打ち込まれてしまっているということになっております。なんでね、ちょっとオリックスにこんなに打たれるのか、まあ、負けるのかところはね、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、今シーズンは非常にね、ちょっとオリックスに負けてしまってますね。で、やっぱ悔しいところがですね、まあ、今年かオリックスに移籍をした森友哉選手にも、まあ、それなりに打たれてしまっているというところですね。まあ、今日の試合でも、まあ、猛打賞1打点ということで、まあ、コテンパンにやられましたけれども、まあ、今シーズンの森選手のライオンズとの対戦成績、打率3割7厘2本、9打点、出塁率3割7分2に OPS、8割3分4厘ということで、まあ、やはりですね、結構森友哉選手にも打たれてしまっている。まあ、そこがね、やっぱりちょっと西武ファンとしてはね、悔しいところかなというふうに思います。まあ、選手をね、取られてしまってるんで、ライオンズの方は戦力ダウンしてるし、まあ、オリックスの方はね、まあ、吉田正尚選手抜けましたけれども、まあ、森選手加入してね、まあ、戦力アップ一応してるわけですので、まあ、こうね、差がついてしまうっていうことは、まあ、仕方ないことなのかなというふうには思うんですけれども、まあ、こうね、ストーブリーグでも負けてね、まあ、実際のこう、リーグ戦シーズンでも負けてしまうというところで、まあ、なんとかね、ちょっと意地を見せてほしいところではありましたけれども、まあ、結果的にね、これだけやられてしまうということになってしまいました。まあ、オリックスの方はね、もう本当に、優勝街道を突っ走っているような形で、まあ、そろそろマジックがつくのではないかというふうにも言われていますし、まあ、昨シーズン、昨年のシーズンと、まあ、2連覇していてですね、まあ、3連覇がもう濃厚ということになってます。まあ、やっぱりですね、これだけね、同じチーム相手にね、同じパリーグとしてもやられてしまっているのはね、まあ、本当に悔しいことなので、まあ、今シーズンはもう仕方ないですけれども、もうなんとかね、これ来シーズンはもう打倒オリックスで、頑張っていってほしいなというふうに思います。まあただ今のままではね、まあ来季山本由伸投手がまあ抜けるのではないか、まあオリックスも FA の選手が山崎福也選手だったり若月選手だったりがいてですね、まあちょっとその二人もどうなるかわかんないってことで、まあもしかしたら今シーズンよりはね、来シーズンの方が戦力ダウンするかもしれないですけれども、ただ今のライオンズのままだと間違いなくですね、オリックス勝てないと思うんで、まあなんとかね、やっぱり、まあ来シーズンオリックスを倒すべく、まあオフの補強も含めてですね、なんとかこう球団にはね、頑張っていってほしいです。やっぱりオリックスに勝てないと、まあもっともっとね、A クラスだったり優勝ってところは、見えてこないんじゃないかなというふうに思います。まあ、オリックスに5勝しかできないようではね、さすがに厳しいと思うので、まあせめてね、五分五分ぐらいの戦いは来シーズンはできるように、なんとか頑張っていってほしいなというふうに思います。まあまだね、ちょっとオリックスと試合残されてますんで、まあどれだけ勝てるかどうかわからないですけれども、まあ残りのシーズン、まあまだ A クラス争い、まあ正直かなり厳しいところまでは来ましたけれども、
まあちょっとでも来シーズンに、つながるような結果だったりとか、まあまあよくばね A クラスってところも狙っていけるぐらいのシーズンをね残り送っていってほしいなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。